久保さんこの話題振るとモードに入っちゃいますねお互いにね, <laughs> ね気がついたらいくらでも喋れちゃうっていうねこれはねあの奥底に溜まったものはね無限像に出てくるわけですよ <laughs> これはねもうね久保さんとね多分ねあの1週間ぐらいずっと話せるんじゃないかなっていうもう尽きないっていうねもう尽きないですよ、うん、まあ、そこで感じてたものっていうのがもう計り知れないものがあるっていうね 多分ね、その、お金で言うと1兆円ぐらい貯めてたんじゃないかなと。なんかいろんな思いを。いろんな思いを金に換算すると1兆円ぐらいは貯めてたと思いますよ。そう。で100円使ってもね、全然なくならないんですよね。<laughs> そう。で、まぁ、あ、今回ね、手取り14万と竹原慎二でいきましょう。最近久保さん、あのね、柴田さんと竹原慎二がこう戦ったんですよ。 でそれが、竹原慎二のチャンネルのやつが480万回ぐらいバズってて、で、そのスパーリングのやつは、えっ、ー、と、もう一本の動画は柴田さんのところで公開されて、それ80万回ぐらい回ってるのかな。まあ、お互いにまあ結構な数を言ってるんですけど、で、その竹原慎二チャンネルでアップロードされてた、その、まあ、柴田さんと戦う前に、竹原さんこういうわけですよ。いや、俺は逃げてたと。まあ、竹原さんの病気にもなって、なんか手術もしたんですよね。 で、なんか、あの、今まで、その、病気だったりとか、年齢のせいにして逃げてたと。だから、まあ、調整せんとあかんなと。みたいなこと言うわけですよ。もう、もう50。あ竹原さんと久保さん、ほぼ同じじゃないですか。もうちょっとで50だから。1個上ぐらいじゃないですか。竹原さんと久保さんって。 で僕ね、結構そのは、竹原さん、あとねそ、その動画を見た後、最近全然見てなかったんで、なんかまたその素人相手に、まあ、柴田さんがその素人相手に、どの子のっつって、なんか、あの、かぶせてったらしいんですけど、その素人ですよね。元暴走族総長とかね。なんかその、またその、腕っぷしに、まあ素人ですよね。でも、そうは言っても。暴走族総長でもプロではないわけですよね。でも、<laughs> 50歳ですよ。もう50歳だけど、 もうちょっとボコってるわけですよね <laughs>。で、ごめんな、みたいな。うん。だお前ら、あのー、そんな世の中甘くねえぞ、と。と、い、あの、最後、三人だった。なんか三人戦うんですけど、三人そう座れ、みたいな。世の中そんな甘くねえぞ、と。お前ら頑張れ、と。うん。プロの世界そんな甘くない、と。もう、しびれましたね、なんか。だから、今って、僕が行き着いたこ行き着いたのは、もう、竹原慎治なんですよ。 なんかいくら言っても結局まあ久保さんも感じてると思いますけどいくら言ってもやっぱ動かないんですよだからやっぱ拳は使わないけど己の行動を使うっていううんなんかそういうのが僕はあのこれからの時代で求められるんじゃないかなっていう逆に言うとあ今令和になってますけどまた昭和が来るんじゃないかなっていう 令和だけど昭和みたいな人が、あのー、勝っていくんじゃないかなと思いますね今,今だからこそ高度経済成長を遂げた時の精神ですよねそういうのがこの二極化世界二極化と言われるこの時代まあ時代は変わっていろんな変化はあるんだけども精神の部分に関しては昭和の高度経済成長何もなかった焼け野原 広島も原発落とされた、長崎も原発落とされた、そこの敗戦国日本が、敗戦国日本が世界にね、飛び立っていって、まあ今はガーハがね、もうすごい行っちゃってて、日本の企業はトヨタしかないですけども、当時はね、30社ぐらいいたのかな、すごいですよ、こ,これはね、ほんと世界に見ても、日本しかないんですよ、これ誰か、誰かの経済評論家が誰か言って誰かが言ってたんですけど、多分そうだと思います。はい 原発核,爆核爆弾を落とされた国がね,ね、成長を遂げてね、世界と戦えるっていうのは、多分本当まれですよ。だそれだけ日本人っていうのは精神力があったというかね、うんだかプロジェクト X めっちゃ好きなんですけど、僕は。もう本当すごいんですよ。うんで、今はあのー、もうその二極化なんだけど、その二極化でどっちに行くかは、 多分そこの精神の問題かなとで。精神を鍛えるために、精神を教えるためには、言葉では伝えられないんですよ。まあ、言葉ではね、億万丈者合宿でいくらでも言いますけど、いろんな切り口でね。言葉じゃないんですよ。やっぱね、気持ちなんですよね。じゃあ、気持ちを表すと、もう行動でしかないですよ。だって、それが何かっていうと、もう,もう50過ぎてるのもう,もう、もう、間近50なのにね、若,の若いやつらと戦うわけですよ。 そうであとね、あの、なんだ、あの <laughs> これもね、竹原慎二さんがね、すごい面白いんですけど、まあ、すごいなと思うのが、あのまずボク,ボクシングと総合でやるんですよ。でボクシングの動画は竹原真二のチャンネルにアップされててで、総合は柴田さんのチャンネルにアップロードされてるんですよ。で、ボクシングをもまあまあ柴田さんやるんですよ。で、バーンって一発かなんか入れて、竹原さんの目がね、ちょっとなって。 竹原さんがちょっと舐めてたと。舐めてたと。<laughs> 結構やるぞと。結構ね、しかも打たれ強いですよね、柴田さん。すごいなと思うんですけど。だから、その、ね、元暴走族の人と戦ったのと、なんだ、あの、柴田さんが戦ったのじゃ、やっぱね、全然やっぱ、やっぱちょっと違うんですよね。もう打たれ強すぎる。<laughs> しかもパンチ超もそうだしね。まあ、やっぱ体重もあるっちゃあるんですけど。で、その後、 まあ、その、ボクシングで一応、竹原さんが勝つんだけども、あの、総合ですよ。で、総合の時に、これ面白いんですけど、あの、総合で、あの、最初、竹原さんね、グローブつけてるんだけど、グローブ外してね、こうやり合うんですけど、最後、あの、十字固めかなんかで、柴田さんが、もう、取るんです。勝つんですけど、で、その、レフリーというかね、スタッフの人が止めたんですよね。入ってると思って。で、竹原さんが何言ったかっていうと、いや、まだいけるよ、と。まだいけた、と。お前、お,お前、 気使うなよ、変なとこでとか言って。え ?50 でね、もう50で、負けず嫌い、みたいなね。<laughs> で、その負けず嫌いなんだけど、これ竹原さんがすごいところが、その、そのスタッフにはね、言うわけですよ。お前止めんなよ、みたいな。まだいけたよ、と。まだ行けた。気使うんじゃねえみたいな。で、そうは言ってるんだけども、その、ちゃんとね、素直なんですよ。いや、舐めてた。う確かに舐めてたと。<laughs> 強かったっていうね。 いやここのね、負けず嫌いプラスこの謙虚っていうね、この二刀流入ってて、やっぱすごいなと思いましたね。やっぱ世界取れる人は、すごいなと思いました。負けず、まだ、未だに負けず嫌いやし、なおかつ謙虚。うん。相,相手が本当に強かったら、それを素直に受け入れて、ね、ごめん、な、舐めてたみたいなことでね、うん、うん、強かったみたいなね。そ相手を称えるというか。 だからなんだろうな、久保さんも言ってましたけど、うん、あの、お金持ちのね、話。まあ僕がお金持ちじゃなくてもいいんですけど、その、なんか成功したいとか、今の現状を打破したいんだったら、その現状を打破してる人の話ですよね。それを聞くべきだし、素直にね、あの、やってみることだし。だけど、 僕は言い、このやりとりもね、もう多分、まあ、何万回になるでしょう。何十万回になるかもしれないですけど、言い続けますけども、まあ、それでもやんないわけですよ。だから、結局、行動で示すしかないと。うーん。だから、精神を形に表すってことですよね。多分ね、だから、それが一番最強かなと思いますね。まあ、これからも,もう続けるし、やりまやり、やるし、あの、誰よりも、なんだ、 その、稼いでるところを見せつけるじゃなくて、行動してるところを見せつける。己の拳をね、年取っても使い続けるっていうね。やっぱね、竹原真嗣かっこいいですね。うん、なんか僕、うわーってなりましたもん。50であれかと。すげえなと。しかも、あの、すげえ病気だったわけですよ。死ぬか生きるかの病気だったと思うんですよ。で、な全摘出したのかな。うん。 で、それでもあれだけできる。なんかコメントにもあったんだけど、あんなシューズしてるのに、こんだけ動けたら、すげえぞ、みたいなね。いや、ほんとすごいですよ。うーん。だから今後は多分ね、ああいう精神力というか、まあ、すげえ大事になってくると思いますね。特にこの2曲か。で、あとは、みんな精神がない人たちがやっぱ多いので、やっぱ、憧れますよね。うーん。 だってやってることめっちゃ古いじゃないですか。ぶっちゃけ言うと、ね、ファイト、ガチンコファイトクラブなんか20年前の企画なんですよ。で、それを今やってるようなもんなんですけど、いまだにそれ支持されてる。逆に言うと、今、今だからこそ必要なコンテンツなんじゃないかなと。もう精神がみんな弱ってるんで。もう精神ね、久保さんね、弱り切ってますよね。原発落とされて何もなかったときに、がむしゃらにやってた時の精神と、今全くその精神は違うので。 だからこの早い時代のね変化についていけないんですよその精神が <laughs> まあこれからはね精神力ですよ本当にあのすごいそれが一番大事な,なんかそのアメリカから輸入されたロジカルシンキングなねあの成功法則ではなくヤマト魂ですよもうこれからヤマトくんですよね だからその小野沢さんとの対談でもちょっと話したんだけどもあの思考は実現化するっていうのは海外から降りてきたやつなんですよ。で、日本人って大和なんですよ。あの、言霊というかね。まあ、その結構精神的なパワーが強いんですよ。だから、その合わない部分があるんですよね。だから気持ち、感情とそのロジカルシンキングなところが合わないんですよ。だから日本人は日本人なりの成功法則みたいなのが僕はあると思うんですね。それが精神力かなと思いますね。 DNA で刻まれたもう日本人にしかないその血ですよね。精神力の部分。だって特攻隊なんか多分ね日本ぐらいじゃないですか。あったの。歴史上にちゃんと残ってるっていう。まあ他の国もやってたところあるかもわかんないですけど、国でね、お前突っ込んでこいみたいな。多分日本ぐらいじゃないですか。あれできたの。あれはね、普通だったらみんな逃げますよ。アメリカ人とかだったらわかんないですよ。これわかんないですけど、 なんで、その、死なないといけないんだっつってね。あの、だって、ま、戦争しに行って、やり合いして負ける、やり合いして殺されるんだったらいいんだけど、やり合いするんじゃなくて、もう、飛行機乗って突っ込んでくるだけですよ。もう死が約束されてる戦いですよ。だから、自分の人生終わりという戦いなんですよ。だそれは、他の国の人たちはできたのかなっていう。これかなり難しいと思います、あ。精神力高くないと、難しいですよ。 だから、あの特攻隊の衣装の人の、いや、僕は本当にね、鹿児島のチランのね、特攻隊のとこ行ってほしいんですけど、あの衣装ね、すごいですよ。めちゃくちゃすごい。僕、本当あの特攻隊のあのチランのね、あの入りましたけど、5分で出てきましたも。もう涙、もうグワー出てきて、僕、感じれるタイプなんですけど、うわー出てるんですよ。うわーあかんって、涙、ブワー出てきて、あの、なんだろうな、もう、はい、やばいっすね、あれ。 めちゃくちゃやばいっす。なんかいっぱいいる。<laughs> すごいですね。うん。まあ、そんな感じでね、あのー、これからはね、竹原慎二になれということですね。手取り14万、手取り14万を脱出したいんだら竹原慎二になれということですよ。うん。いってらっしゃい。